どうですか。おっと、すごい。危ない、気をつけ。テトラポットがでかい。あ、海の匂いがする。しず、うわ、ここベスト、ここベスポジやん。あー、すごい。よいしょよいしょ、おいしょ、すげえすげえ。これ、ここまで濡れてるチョコ、ここまで、そう、ここまで入るとよ、ここまで入る。ヤドカリさんがおるやん。生きてるね。うん、動いてるよ。ほら、ここにもヤドカリがおる。これさ、あ、ここ、もうここからもう海だ。うん、ちょっと待って、ギリチョウあれが映るかもしれん。落ちんだよ。うん、よいしょ。ほら。挟まれてやる、うん、そう、それはね、動かんよ。あ、ほんと、めっちゃ、中ちゃん、見て、それ魚が跳ね寄る。あ、ほんとだ、飛び込む。嘘、すごい。あ、すげえ、ね、めっちゃ跳ね寄る。めっちゃ跳ね寄るやん、こっちも跳ね寄る。ほらほら、ってことは、あそこに、あそこを垂らしたら絶対食べるよね。滑らないようにね。今から飛んでみます。よし、上がっていこう。これなんだろう上から見るあれも綺麗。あ、こっちは剣っていう文字がないね。向こうの鳥居には剣神社って書いてあったの。あ、でも閉まっちゃってるよ。ここ景色がいい。あ、参拝記念ってお得あーね、和田摘様、すごい、もう新しいね。前また新しいね。ねえ、こっちはマリ、こっちはなんか意味があるんだろう。よいしょ。失礼します、失礼します。あ、すごい、あ、やっぱ絵がいっぱいおるよ。神様へのお願い。あ、これが願いだ。そこに願いを込めて流すっちゃう。ちゃんとペーパーが、あのエコペーパーになってる。
久美さんは御朱印をもらいました。で今から渡辺様へ願いを書こうと思います。書き終わった。健康も大事になるやろうね。いやーでも綺麗かったね、やっぱり。